そりゃそれはそれは。失礼しましたと、うさぎさんこんばんはって、こんばんはこんばんは、来てくださってありがとうございます。こんばんは。待って、暑い、暑くない？なんでこんな暑いんだろう。春の部屋が暑いのかな。と、暑さを感じさせない清楚な可愛さ。本当に？あれめっちゃ今暑い暑いって言うんだけど、今までの配信の中で一番暑いってぐらい暑いんだけど、なんでご飯食べたからかな代謝が上がってんのかな。ゴーイさん、春しかーかーたん、うん、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。ふみひろさん、ハレシカーカータン、うん、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。あきらさん、ハレシカーカータン、うん、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。と、ふみひろさん、アイスありがとう、ありがとうございます。こもさん、はるさんこんばんは、こんばんはこんばんは、来てくださってありがとうございます。はるしかーかーたん、うん、ありがとう。こんばんはつっちーさん、こんばんは、こんばんはこんばんは、来てくださってありがとうございます。はりお嬢さん、皆様こんばんは、夜勤中なので一括挨拶にて失礼します、よろしくです。力士挨拶ありがとう。こんばんは、お疲れ様。はるちゃん今日も可愛いね、優勝おめでとうございますありがとう、やったね。と、しょうくんさん、はるさんこんばんは、と、こんばんは、来てくださってありがとうございます、ありがとう。こんばんは。ごはんさん、初訪問ありがとうございます。まさやんさん、こんばんは、と、こんばんは、来てくださってありがとうございます。こんばんは。あれね、今日さ、すごいね、悲しくない、すごい悲しいって言ったらなんかすごいさ大変なこと起きたみたいじゃん。さ、そうなんじゃないんだけど、あーっていうのがあってさえ、すごい、全然大した話じゃないんだけどね、あれ今日またテストやってたんですよ。今日は発達心理学のテストがあって、なんかそれのなんか、なんて言うんだろうな、発達に、まあ、こう遅れがあるかどうかみたいな検査をする、なんかそういうのがあるんですね。で、このなんかこういう内容でこういうことをしてこういうことをする、この検査の内容は、あ、検査の名前は何ですかみたいな問題があってね、あれはもう最初でバーって書いたの。それをもうそこは書き問題で出ますって言われてたから覚えようと思って覚えて書いたのね。で、一個はなんか発達っていう言葉を入れるか入れないかすっごい迷って、最初は入れたので、入れて書いてさ、こうやって書いて、でも一番最初に書いてるんだけどさ、なんかだんだん不安になってきて、あれ、ここって発達いらないみたいな。そういえばなんか教科書っていうか、その自分でやってたプリントで見た時、もうちょっと単語数短かったかもとか言ってさ、いろいろ考えて最後の最後で発達って消して書き直したの。発達っているんだったんだよねみんなもない？そういうこと、なんかさ、すっごい迷ってさ、正解の答え書いてたのにさ、すっごい迷って挙句ハズレを書いちゃう。もう最初のままにしとけばよかった、本当に後悔です、すっごい後悔。そこが合ってたら100点だったのかって言われたら全然そんなことないんだけど、そんなことないからこそ取れる点は取っときたかったの。ああ、やっちゃったーと思って悲しいと、ピラユキさん、かわいいってかわいい、ありがとう、ありがとうございます。コンドさん、こんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます。かわいい人、こんばんは、ラブって、たけちゃんさん、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ラブー、ありがとう。と、チャイアさん、訪問ありがとうございます。ネグロさん、こんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます。キャリエットさん、こんばんはって、こんばんは、
来てくださってありがとうございます。ケンジだぞさん、こんばんは、だこんばんは、来てくださってありがとうございます。おつはれちゃん、おつはれちゃん、ありがとう。くーちゃんさん、はれしかーかーたん、うん、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。まいちゃんさん、はれしかーかーたん、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。めっちゃわかる、超悔しいよね。ね、本当にそう、悔しいよね。悔しいやつって、そうそうなの、悔しいやつ。ボスさん、ハレシカーカータン、うん、ありがとう。こんばんは。そーっと星どうぞって、ラグドールさん、お星様、ありがとう、ありがとうございます。メロウさん、初訪問ありがとうございます。毎日見てると日に日に晴れさんが可愛くなっている気がします。本当に嬉しいです。みんながさ、本当日に日にいつもいつも可愛いって言ってくれるからね嬉しい、ありがとう。中野さん、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。あるある、全く違うかもしれないけど、自分競馬好きで、よくそれある。あ、そういうこと？これにしてたのに、いやと思って変えたら、こっちが当たり馬だったってこと？うわー、悔しいね、それ。中野さん、ラブ。おつはれちゃん、わきぴぴさん、おつはれちゃん、ありがとう。こんばんは。あるあるの話だよね。大体初めに書いたものが当たるんです。そうなんだよね。だからさ、やっぱ見直しってさ、した方がいいって言うけど、私見直しで、なんかそのよかった見直ししといてってあんまないんだよね。見直ししたからさ、なんか、あー、見直して書き直さなきゃよかったって思うことばっかりなんだけどさで、あんまり見直ししてよかったって思ったことないんだけど、でもね、見直ししなさいって言われるよね。ひできさん、おつはれちゃん、おつはれちゃん、ありがとうびっくりした。ごめん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 春の部屋の話です。あ、なんかこれだけ聞くとすごいさ、春の部屋が荒れてるみたいな気がしたけど、違うの。なんかあの前言ってた大きい工作、あのいとこの子供あ、なんか大きい工作があるんですけど、それを壁に貼ってたらなんか取れましたびっくりした、本当に。もうなんだっけ、秀樹さん、おつはれちゃん、おつはれちゃん、ありがとう。こんばんは。こんばんは。はれしかーかーたん、うん、ありがとう全部真似されてるラグドールさん、ありがとう。こんばんは。はれちゃんと相変わらずさんつけて呼ぶね、ほんといい子だなさんつけちゃうんだよね、どうしても。なんかね、そう、友達、お友達とかもさ、何々ちゃんって言っちゃうのと同じでさ、そう、なかなかね会えて嬉しいですって。ボスさん、ありがとう。こんばんは。たよさん、かみかんぐさん、たくぼんパパスさん、訪問ありがとうございます。やっぱりはれちゃん可愛いなって、心の奥底の声、あ、もう奥底から大きい声で可愛いよありがとう。と、服と同じぐらい白い、はれちゃん服と同じぐらい白い、白いかな、光の関係ですね。もうさ、日々さ、じりじりしすぎてもう絶対焦げてるけど、みんな白いって言ってくれるから嬉しいバレてない、焼けたこと。と、うさぎさん、何か出た、そう、びっくりしちゃった本当に。はれちゃんの目の下のほくろタイプです。目の下、ここ、こっちかな、あれ結構ね、ほくろいろんなとこにあるんだよね、顔のほくろ。ここね、3つつながってるし、ここにもあるし、ここもなんかね、つながってる、わかんない、つながってるって言っていいのかわかんないけど、トントントンってある、そうと、フェルユキさん、レベルアップありがとうございます。ツイキャスさん、
ハレシカカタン、ありがとう。こんばんは。ヘイスーさん、星投げさん、訪問ありがとうございます。手形花火のケージ取れたのか。そう、手形花火のケージが取れた。そろそろもうお別れかもしれない。赤点落第、また学生延長ですか。まあでも春は別に落第して学生延長したわけじゃないよ。いや、あの学びたかったから学生延長してるだけだからね。これはあの先に言っときますけど。ちゃんと資格も取って大学も卒業したけど、もうちょっと学びたいなって思ったから違う大学に入ったのであって。とか言っちゃって、でも本当だよ、本当だからね。落第ないと思うんだけどな。明日で学校終わりだからさ、明日でも前期のさ、その授業が全部終わるから、もうテストとかないんだ、なくなるんだけど、明日までがテストなんですけど、落第しないと思うんだけどな。 C までが落第点じゃないんです。 D からがその単位もらえないから落胆。 C 全 C でいいからさ、本当に欲しい。ください、単位。ゆうさん、こんばんは。って、こんばんは。来てくださってありがとうございます。かわっちさん、ヨガさん、訪問、ありがとうございます。今日は何してたの？今日は、学校に行って、学校行った後何してたかな？学校行って、ジム行って、課題やって、ご飯食べたらこの時間でした。普通の学生。シーニャさん、こんばんは。こんばんは。初恋初訪問ありがとうございます。ときめろというアイドルグ、あ、待って、無意識でまだ言っちゃう。と、藤崎晴です。晴ちゃんって呼んでくださると嬉しいです。ありがとう。おにきわ、おにきわ、ありがとう。今日の服装はおしゃれなのに、今日はねブラウスなの。イエイ。そう、でも今日は結構シンプル。チャストナッツさん、ハートありがとう。いきますよ、せーの。スキー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 。チャストナッツさん、ハートありがとう。ありがとうございます。ほくろフェチなんで、両目の下のほくろがとてもいい。ほんと？なんかいい言葉で説明できないけど。そうなんだよね。でもなんかさ、なんていうの、涙袋のほくろみたいな言うじゃん。泣き袋って言ったらもうちょっと上だからさ、なんかなんとも言えない位置だけど、ハレもなんかそんなに自分の顔のほくろは嫌いじゃない。嫌いじゃない。ハレさん、大学入り直してるんですね。偉いな。そうなの、大学入り直し、入り直してるというか、そうなんです実はね。と、よしあきさん、あいさん、かつおさん、訪問ありがとうございます。くらさん、こんばん。はれちゃん、こんばん。はれちゃん、こんばんは。ストーンさん、訪問ありがとうございます。かなたちゃんの金魚すくい見たよ、すごくうまいね。ね、本当にすごいよね。知らない方とかにさ、なんか本当に通りすがりの方とかに、え、あの子すごいとかって言われてさ。ハレがね、デメキン取って、ね、デメキンがいいなって言ったら、なんか本当にデメ、分かった、デメキンねとか言ってデメキン入れてくれたの。なんかさ、大きい金魚もいたね。ハレもあの大きい金魚頑張ったんだけど破けちゃったの。そう、だからすごいよね、本当に。ほんとピョン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 、26匹も捕まえてたんだよ。捕まえた？取ってたんだよ。すごくない？7分間の大カット、すごい本当に。ラクイさん、こんばんは。って、こんばんは。来てくださってありがとうございます。おさむさん、ハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは。なんかさ、かなたちゃん可愛くてさ。結構ね、かなたちゃんって本当に細いんですよ。本当に細くて、なんか折れちゃうぐらい細いんですけど、そう、だからあんま食べない子なのかなって思ったら、なんかすごい、なんか結構食べれる子らしくって、なんか、あ、
なんか「あれ食べたい」とかってねすごい言ってくれるの。「あれ食べたい」とか結構「あ何々でやりたい、あれ食べたい、何々したい」みたいな結構言ってくれるからさ、そうなんか金魚すくいも「え金魚すくいある、やりたい、一緒にやろうよ」って言われて、春はねなんかあんまり得意じゃないしそこまで魅力を感じてなかったの。だから「え私はいいよ」って言ったの、「私見てるよ」みたいな言ったら「え一緒にやろうよ」って言われたから、あーじゃあやろうかなーってだってさ一緒にやったんだけどね、そうなんか誘い方が可愛くてさ、であんなにさなんかバシバシ撮っててさ、なんかかなとちゃんって可愛いなーと思って、そう「え何何食べたい」とかってね結構いっぱい言ってくれるの。はれちゃんが食べる、なんかはれもなんかその時なんかそこのお店の違うものが食べたくて、はれも何々食べるか迷うなーみたいなの言ったら、えじゃあはれちゃんが食べるんだったら私もこれ食べようとか言ってね言ってきてくれるの。おいじゃあはれ食べようかえじゃあはれ食べようかなーって言ってさ2人で本当にいっぱい食べてた。はれちゃんのお顔好きとは口が裂けても言えない、お口チェック嬉しい、やったね、ありがとう。リルさん、アッコさん、訪問ありがとうございます。金魚持って帰ったの、なんかね持って帰るんだったら持って帰る用のなんかその袋を買わなきゃいけなくて、そうそれもね2匹までしか持って帰れないのかな、わかんないけど、なんかあんま見てなかったけど、なんかそういう袋を買わなきゃいけなかったんだけど、そう買わなかったから持って帰ってない、そうキャッチアンドリリースですつかちゃんさん、こんばんちゃん、ばんちゃん来てくださってありがとうございます、ありがとう。楽井さん、フォーって、フォーノーマルフォーだねかなたちゃん、ここでデビューしませんか、ハレとユニット、え細すぎて折れる話いや折れないんだけど、そうね、かなたちゃんほんと細いんだよね、もう衣装とか着ててもすごい思うもん、細いなーって。はれちゃん可愛い誘われ方にやられたのか、そうやられちゃった、やろうよーとか言われてじゃあやろうかななんかその金魚すくいやったちょっと本当に 2,3 軒隣ぐらいに射的があって、なんか射的もなんか「へえ射的あるんだ」みたいなハレが言ったの。でもなんかハレは全然通り過ぎる予定だったんだけど、なんかかなたちゃんが「やる?」みたいな、いやさあのハレにね言ってきて「えやる?やる?」みたいな「えやる?」ってなったら、もしかしたらハレちゃんなんか射的の才能開花するかもしれないよとか言って言われてさ「じゃあやろっか」とか言って。なんか彼は なんだろうな、なんかポンって背中を押されたらっていうか、なんか言われたら「あ全然やるよ」みたいな「じゃあ食べる?」みたいなさ、何でも乗っちゃうから、 それでかなたちゃんの「なんかもしかしたら晴ちゃんの才能開花するかもしれないよ」とかってさ言ってくれたからさ「じゃあやるか」とか言ってさやって、なんか6発300円かなんかだったんですけど、なんか。でなんかこういうね台があって、台の後ろに隙間があるから、その台をこうなんていうの、台の後ろのその隙間に落ちて1点なんですね。でも倒れても1点じゃなくて、その隙間に落ちないといけなくて、やはりは6発中5発当てて、あのポイントは1点でした全然後ろ行かないの。なんかこう倒れたやつをさこうやったらさ進むかなって思ったの、こう立ってるやつをさこうやってパタンってなって、ここからコンってやったら行くかなと思ったのに、あ難しいね、全然行かなくてさ、なんかポーンって当たったと思ったら、そのままなんかもう一個隣のやつの真後ろとかに行っちゃって、本当に当たんないの。かなたちゃんの方が4ポイントぐらいになってた本当に春はあの道具を使ったものは何もできないってことが分かりました射的できなかった、のび太みたいにさなんか才能開花すると思ったんだけどな、しなかった。モグリンさん、リーナーさん、翔太さん、訪問ありがとうございます。その話聞くと、その子あざかわですな、アイドルさんなの、ねかなたちゃんももともとっていうかちょっと前までアイドルで、そう卒業して
今は夢見るアイドル夢見る女の子です。アイドルを夢見る女の子です。そう、いやいや絶対ハレちゃんの細さにはかなわないでしょ。いやいやそれがね、ほんとかのたちゃんは細いんだよね東はじめさん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう、こんばんは。ユーオーラさん、ひーちゃんさん、メデさん、キューキューさん、訪問ありがとうございます。と、あ、猫の子さん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう、こんばんは。こうやって配信見ると好きになる、ちょろい自分が嫌い。いいじゃん、もっとハレのこと見てよいいじゃんいいじゃん。ちたさんこんばんは、ってこんばんは、来てくださってありがとうございます。キング翼さん、R さん、たかちゃんさん、タルタルタさん、訪問ありがとうございます。ちなみに今日は横浜負けちゃったらしい。あ、結局負けちゃったんだ。3-0 で、あ、でもね、その後2点ぐらい入ったのも見たんだよね。だから 5-0 ぐらいまでは見たんだけど、パパちゃんが途中で諦めて違うの見てたから見てないんだよね。そう、なんか途中怖かったな。なんか途中でつけたテレビがさ、何のテレビだったんだろう、あれ何の番組だったかわかんないけど、なんかミステリーみたいなやつでさ、なんか怖かったなんか違う次元に入り込んじゃってみたいな。そう、怖かった。はれちゃんも細かったよ。ほんと嬉しい、ありがとう筋トレの効果かな。かなたちゃんも細いよねって。ねえ、そう、本当にみんな細くて、東京のアイドルさんほぼ無知なんですみません。いえいえいえ、これからね、またはれがアイドルになったらさ、知ってね負けちゃったけど、楠本選手が打ってたらしい。あ、そうなの、楠本が打ったんだ。へえ、ボロ負け7-1、え、もっと負けてる。そうだったの、7-1だったの。 DeNA 昨日勝ったって聞いてたんだけどなまた負けちゃったんだ。デイチさん訪問ありがとうございます、こんばんは。キヨッチさん訪問ありがとうございます、ありがとう。なんかさ、そういえばさ、今日ね、夜ご飯お魚だったんです。で、多分パパちゃんが知り合いからもらってきたのかな。なんか知り合いの方が多分魚釣りに行ったから、それのお裾分けみたいな感じでタイとかさもらってね、それをいっぱい食べたんですよ。で、一つなんか、まあなんか伊勢エビをあのオーブン、グリル、どっちだろう、まあなんかそんなんで焼いたみたいなのがあってさ、そう、それをね食べたんだけど、なんかさ、ハレあんま美味しさが分かんなくてでもね、パパちゃんが「わあ美味しい!」って言ってたの。だから、あ、これはエビとして美味しいやつなんだと思って。なんかハレ的にはそのまずエビの味もよく分かんないし、なんか美味しいって本当に感じなくて、なんか赤い甲羅の食べ物みたいになっちゃって。でもこれはなんか伊勢エビってさ、それこそなんかさ、いいって言うじゃん、なんかお高いって言うしさ、いいって言うからさ、なんかここでハレがさ、なんかうーんって言ったらさ、なんかね、申し訳ないじゃん、さすがに言えないと思って「美味しいよね」とか言ってさね、本当に美味しいとか言って、でなんかハレが1個食べた時がなんかその子がハズレだったのかなと思って、もう1個ぐらい食べたんだけど、あ、もう1個食べた方がちょっと味分かったけど、なんかそれでもなんか美味しいってさ、なんか言えなくて、そう、なんか、あ、そう、心から言えなくてさ、ねえ美味しいねとか言ってちょっとハレにはまだ伊勢エビのレベルは高かった、ちょっと無理だったなもともとそんなにエビ自体が好きじゃないから、そうっていうのもあるのかな、わかんないけど、でもエビフライは好きだよ。エビフライ以外のエビはあんまり食べないからあれなのかな、美味しさとかがわかんなかったのかな、ちょっとね悔しい、伊勢エビの美味しさがわからなかったのは悔しい
と、あ、ともくんこんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。お刺身、お刺身にはねしなかった。そう、また昨日もらってて、来てもらってきてて、そうだから昨日食べれたらお刺身にできたんだけどね。今日は結構煮たり焼いてはない、あ、焼き魚もあったか、煮たり焼いたり、そう揚げたり、いろいろ。優勝は少し遠くなったねってね、いい感じだと思ったんだけどな。でもなんだかんだで3位までに入るっていうのがやっぱ最近の DNA なのでなんだかんだで3位になる。最初見たはるちゃんは可愛くてスタイル良くて話したいと思って勇気出してぶっぱいたもん。嬉しい、嬉しいな。そうだよね、初めてさステージで見てさぶっぱいくのって結構勇気いるよね。はるもさ、あの子とお話ししたいとかって思ってもなかなかぶっぱまではさいけないから、嬉しい。またお話ししようね。マサさん訪問ありがとうございます。しょうくんさん優しい。さすがにね、ご飯ね、そうなんかハレがさ、まあなんて言うんだろうな、好き嫌いとか結構多いからさ、そうなんか、あ、ハレの味覚が追いついてないんだなと思って美味しいって言った。ちなみに私の恋人ハレちゃんの腕が同じくらいの太さだと思うよ。この側面の話。とクラッキーさん、名前はもうないさん、訪問ありがとうございます。伊勢海老、残念。そう残念、悔しい。伊勢海老の美味しさ分かりたかった。翔さんお疲れ様、お疲れ様、こんばんは。トノさんこんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます。エビ食べると気持ち悪くなる。そうなの、アレルギー的な、甲殻類アレルギーみたいなことなのかな。お刺身はプリプリしてるよ。あ、でお刺身にしたらまた違うのかな。あれ昔はね甘エビ大好きだったの。そう食べ過ぎて嫌いになっちゃったパターン、甘エビは。結構あるんだよね、ハレさ好きなものをねなんかいっぱいなんか好きだからって食べちゃうし、周りもそうありがたいことにさ、おばあちゃんとかさママちゃんとか結構ハレ好きでしょって言って買ってきてくれたりするのね。そうだからさ、それでいっぱい食べてその人生のキャパシティを超えて嫌いになるってことが多くて、そうキャパ超えきたって。そう春のキャパシティ理論ね。そうそれでね甘エビは嫌いになっちゃったから、でももしかしたら食べれるかもしれない伊勢エビ。なんかね、伊勢エビのお刺身は食べれるんだけどねとか。お嬢けっけー、ハレスカーカータン、ありがとう、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。アレルギーとは思ってない。あ、なるほどね、アレルギーと思ってなかったら意外と平気みたいなのあったりするらしいからね。やっぱ思い込みって大事だから。まあでも絶対アレルギーな気はするけど。検査はしてません。なるほどね、検査はしてないんだ。そっかそっか。でもね、そうなんか前話したかもしれないけど、ハレの小学校の頃の塾の先生でもうなんか花粉症がもうそのアレルギーのさこの表みたいなのでもう振り切ってるんだって。だから絶対花粉症なのにこんなちっちゃい粒が俺にかなうわけがないって思ってるから、そうなんかこんなちっちゃい粒だよみたいな、そんなの俺からしたらもう本当に払い抜けれるぐらいだからとか言って、もう全然花粉症なんてないとか言って、まず花粉なんて俺の体にはなんだっけ、なんかまず存在しないのと一緒だからみたいなことを言って、だからなんかくしゃみとかも一回もしたことないとか言ってたから。わかんない、実はめちゃんこくしゃ、あの薬とか飲んでたのかもしれないけど、わかんないけど、そうなんか全然へっちゃらとか言ってたから、やっぱ木から、病は木からって言うから。信じてれば大丈夫かもしれない。とちなみに私は今日は謎のふりかけ食べた。謎のふりかけ、どんなふりかけ。謎のふりかけ、今ツイッター見てきたけど、かなたさん細そう。そうだよ、かなたちゃんめっちゃんこ細いよ、顔めっちゃちっちゃいし、なんか本当に街中歩いててなんか待ち合わせしてね、かなたちゃんの方がなんか
後から集合したっていうか、お互いに言った電車より1本早く乗っちゃったんだけど、お互いに気を使って言わなかったから違う場所で待ってて彼はその改札出て待ってて、かなたちゃんは改札の中で待っててっていうのがあってさ、でなんか待ち合わせしてさ、なんか彼はねマスク取ってたから、かなたちゃんもマスク取ったらもうなんかちっちゃすぎて、おちっちゃって思って顔顔ちっちゃって思ってすぐ言っちゃった、顔ちっちゃって本当にちっちゃいんだよね。なんかちょっとこう 丸顔じゃないけど、ちょっと丸めでクルンってしてて可愛い。エビグラタンなら大丈夫。え、エビグラタンはね好き。晴れはでも晴れじゃないよね多分。エビグラタンはね好き。なんか小さい頃とかよく冷凍のお弁当に入ってるさ、なんかグラタンのさ下になんか星座占いとか今日の占いみたいなラッキーアイテムとか書いてあるなんかエビグラタンのなんかね冷凍食品があって、それが大好きすぎてももちゃんに毎日入れてもらってた。そうなんか初め友達が入れてもらってて、なんかいいなと思って、ハレも入れてほしい、占い大好きだったからハレ、まあ、今も好きだけど入れてほしいと思って、ももちゃんになんか何々ちゃんがねみたいなお弁当の具でなんか下に占いラッキーカラーかなんかが入ってるなんかエビグラタン持ってきてて、なんかハリも食べたくてみたいな言ってからずっとマメちゃん入れてくれてた。精神論でなんとかなるのかなねえ、でもなんかなんとかしてたよ。だからやっぱなるんじゃない。さんまさんとかもさ、あのなんだっけ、あのお笑いのねさんまさんとかもさ、風邪ひいた時にしかなんかメロンが大好きだから風邪ひいた時にしか食べないみたいな、風邪ひいた時に食べたら治るって決めてるから、なんか本当に風邪ひいた時に食べたら、あメロン食べたら治るんだって。やっぱ精神、やっぱ人間ってさ、やっぱ暗示って大事らしいからねなんとかなるのかもしれない。もう本当に信じきらないとなんじゃない。ちょっとでも疑いがあったらダメなんじゃない、わかんないけど。おひさまさん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう、こんばんは。その先生と同じタイプまあでもさ、エビはね精子に関わるからね気をつけて。植物アレル、食物アレルギーはね、そうどんなに信じてたってさ、やっぱね花粉症でさね、亡くなるとは聞いたことないけどさ、食物アレルギーで聞く、あのね亡くなるは聞いたことあるから気をつけてね。アナフィラキシーだよと。そういえばこの前テレビつけたらなでしこジャパンが出てた。なでしこジャパン、そうなんだ、サッカーやってたんだ。サッカー全然見ないからな、すっごい昔はね見てたんだけどね。それこそ本当に澤穂希選手とかがいたぐらいの時、めちゃんこ前と。ピッチーキーさん訪問ありがとうございます。麦わら帽子似合う女の子好きです。本当に、そう麦わら帽子ね、ハレも結構好きでさ、まあなんか目立つかなと思ったけど、まあでも焼けるよりはいいかってそう、あの江ノ島とか鎌倉の方に行ったから、まあ麦わら帽子かぶっててもそんなに浮かないかなと思って。となるみさん訪問ありがとうございます。ちねこさん、ハレシカーカータン、うん、ありがとう、こんばんは、来てくださってありがとうございます、ありがとう。タンタンタンタタンタンタンカタン、待って、タン、なんだ、どのリズムだ。タンタンカタンじゃないしな、タンタンカタン、タンタンカタン、あ、ハレシカカターン、タンタンカターンかそういうことか、なんかのリズムかと思っちゃったカタンカタン若菜さん訪問ありがとうございます。もし突然サッカーボールが飛んできて部屋の窓を割れたら面白い、それとも通報、死を覚悟します本当にハレはボール嫌いだから無理、もう無理そんなんで、もう窓ガラスなんて割れたなんてなったらもう一生トラウマすぎて、ハレもうボール見れなくなっちゃう、丸いもの何も見れないかもしれないだってさ、ただでさえさ、ただでさえっていうか今でさえさ、なんかそのいとこが飼ってたワンちゃんがねすごい吠えたり噛んだりするから、なんかそれのトラウマでハレはもう散歩してるワンちゃんが本当に苦手なんです。
ちょっとでも近くを歩いてたらもう無理、なんか相手が気分を悪くするんじゃないかっていうレベルで避けて通るから、本当になんかボールそんなんなったらもう私生きていけないグラントとか一生出れない。てゅんださんこんばんは、ってこんばんは、来てくださってありがとうございます。明日も5時起きなんでお先に失礼します、ラブです、またね、ありがとう、おやすみなさい。昨日は用事があって配信遅くなったの、寝てた？あ、そう昨日はね、そうなんです、ちょっとお出かけしてましたそうなんだよね、なんかさ、まあね、ライブ会場とか行ってさ、ハレのことをね見かけてくださる方もいるからさ、なんかねハレもさあーって思うの、思うんだけど、あのハレもともとさ、あのコミュ障というかさ、その人見知りだからなんかもうここで絶対に会う、それこそさハレがライブをしてて会いに来てくれるとかだったらね、そういうスイッチが入ってるからいっぱいお話できるんだけど、そうじゃない時って本当になんかこれでいっぱい喋ったらなんか慣れ慣れしいかなとか、どういう態度で一緒にお話ししたらいいんだろうとか、なんかえどうなったどうなったってなっていっぱいいっぱい考えてうわーってなって、なんかスンってなっちゃうのそうどんなにいっぱいお話とかこうやってさ配信とかにいっぱいお話できてたとしてもスンってなっちゃうから、なんかそのそうあのねごめんね難しいよね、なんかさいっぱいお話できる中っていうかね、だと思ってくれてるのかもしれないんだけど、本当になんかあの素は本当にあのね本当に一日の中でいっぱい喋るのこの配信が本当に一番よく喋ってて家でもこんな喋んないし友達にもこんな喋んないし、そう本当になんか藤崎晴ってなったら喋れるの難しいよね、そうだからさ一般人の時は本当に晴れ喋んないからさ、なんかそうなんかよくね晴れちゃん楽屋入りの晴れちゃん見るんだけど、なんか顔死んでたよとかってよく言われるの恥ずかしい。そうなんかあとがなんだっけ、その会場の近くでなんか晴れとすれ違ったんだけど、なんか晴れちゃんなんかすごい険しい顔してたから話しかけなかったよとかってさ言われてさ、本当に申し訳ないと思ってそうなんか衣装とか着てとかこういうカメラがあってとかってなったらさスイッチ入るんだけど、そうじゃない限りは本当に人見知りすぎてなんかあの難しいよね、なんかさどういう感じでいたらいいか分かんなくなっちゃうんだよね、でなんかあーってなってふってなってしまうと。ちなみに私だったら部屋に散らばったガラスを外にいる犯人に投げ返す、いや一番狂気それはやめようよボールよりも危ないよ。ストームさん人見知り仲間ですね、そう人見知りしちゃうんだよね、でもなんてなんだろうねだってさ絶対さその相手がさ悪い人だと思ってないんだよ、悪い人だと思ってないし、なんかなんだったらさ本当にさ友達とかもそうだけど話しかけてくれて優しいな嬉しいなって思うんだけどさ、なんかねうまく言葉が出ないしさ顔が引きつっちゃうんだよね難しい。あはしまさん晴れしかー簡単、ありがとう、こんばんは。ヨッシーさん訪問ありがとうございます。キャムハルちゃんも気になりますすんってことはワンダーランドよりもニャンダーランドの方が行きたい。そうね、もしワンダーランドが犬のワンなんだとしたらおとぎ話的なワンダーランドだったらまあワンダーランドでもいいけどまさにアイドルだスイッチみたいなのがねそうあるんだよね。晴れ的には街頭インタビュー藤崎晴れを知ってますか、やってみよう事務所入る前に絶対みんな知らないって、まだまだだ。確かにガラス投げられたらちょっと危ないもんね、ちょっとどころじゃないよ、もう弾丸みたいに危ないからダメだよ。
ウオビンさん、ハレシカーカータン、うん、ありがとう。こんばんは。配信を通して会話しないとね。確かに。こんにちは。それだったらできるかもしれない。でもさ、本当に不思議なものでさ、ハレなんかね、配信始まる前までくしゃみしてたりとかさ、ひゃっくりしてても、そう、ひゃっくりとかしてても、ここ配信になったら意外と止まったりするの。びっくりだよね。なんかやっぱあるんだと思う。ハレちゃんと会ったらボスです、ボスですと言えば話してくれるかな。あ、ボスさんってなるよ。そのこのテンションで挑めるかちょっとあれだけど、そう。難しいんだよね。あの、全然もしハレがまたねステージに立ってて、それで特典会とかだったら絶対このテンションでお話できるんだけど、そう。街中とかだったらちょっとハレ、ありがとうございますみたいな。なっちゃうと思う。難しいよね。ナオトさん、アイスクリームありがとう、ありがとうございます。私だったらワンダーランドで犬に首かませて遊ぶ。待って、怖いんだけど、どういうこと。ナオトさん、かき氷ありがとう、ありがとうございます。かき氷食べたいな。まだ今年かき氷、あ、嘘だ、あ、かき氷、かき氷というかき氷は、あ、食べたわ。食べたんだった、忘れてた。危ない危ない。けどなんかあのザクザクの氷系のかき氷はまだ食べてないかも。お祭りのねかき氷食べたいな。おこげちゃんさん、訪問ありがとうございます。そういえばさ、直人さんのさ、何あれはアイコンじゃない、ヘッダー花火になってたんでしょ。あれ、花火好きだから綺麗だなと思って見てたよ。笑顔素敵ですと言います。え、本当に、にこりにこり。いっちゃんさん、ハレシカーカータン、うん、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。ということで、そろそろ腹筋をして配信を終わりにしたいと思います。待って、今思ったんだけどさ、うさぎさんのアバターさ、お塩持ってるの？めちゃんこ独特だね。かわいい。すごいさ、しっかりイラストだ。かわいい、お塩持ってる。ということで、腹筋しまーす。よいしょ。よいしょよいしょ。それでは、待って、さっきご飯食べた後だからちょっと前行かないかも、お腹パンパンで。塩対応って意味みたい。あ、そういうこと、そこがかかってるんだ、なるほどね。大政さん、ハレシカーカータン、うん、ありがとう。こんばんは。あれも新しいアバター作ろうと思うんだけど、なんか何の絵にしようか迷ってて一向にできない。ねえ、難しいよね、みんなのセンスが欲しい。ということで、腹筋します。いきます、せーの、1 2 3 4 5 620、
ヤーミさんこんばんは、来てくださってありがとうございます。アバケンまだ持ってるの？持ってる。なんかね、アバケンって結構その有効期間みたいな長くて、そう半年ぐらいあるんだよね。だからね、まだ切れてないのが2枚ぐらいあるはず。そうあるんだよね。とパチパチパチってパチパチ、ありがとう、ありがとうございます。そう、ハレさ、あのアクキを作ろうと思って、あのハレの大好きなイラストレーターさん、茶碗蒸しさんにお願いしてた絵があって、でもちょっといろいろな関係でアクキ作れなかったから、でもイラストはね描いていただいたからあるからさ、それをねアバターにしたいなって思うけど、ちょっと細いんだよね。そうだから、せっかくだからなんか他の時に使おうかなとか思ったりとかしたったりとかしてで、そう使えてないのとかもあるし、絵もね、そう ないわけじゃないんだけど、難しい。腹筋パチパチってありがとう。パチ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 ありがとうございます。それでは、あ、白熊さん、おつはりちゃんありがとうございます。しおくんさん、ぼっさん、けっけー、すみさん、のぶしろさん、とよたさん、ありがとうございます。ありがとう。お休みチケット いくらぐらい持ってる？でもハレ前まで12、3枚ぐらい持ってて、でまあ1週間ぐらい使ったから、あと4枚5枚ぐらいの残ってないかな。でも3、4枚ぐらいまだ残ってる気がする。もっと残ってるかな、そのくらいだと思う多分、わかんない、あんま使わないから。でも最近また配布されましたみたいな書いてあったから、1枚は絶対持ってる多分ね。おやすみなさいって、直人さんありがとう。それでは配信を終わりにしたいと思います。皆さん今日も来てくださってありがとうございました。明日はまた夜22時から配信するので、よかったらまた来てください。イエイ、明日で学校終わりだからテンション高めかもあ、そう、金曜日からね、また朝と夜2回配信できるようになるので、よかったらみんな朝夜一緒にお話ししましょう。ということで、今日も楽しい時間をありがとうございました。今日も素敵な夢が見られますように。いきますよ、せーの、おつはるちゃんありがとう。
ありがとうございました。またね、バイバイ、ありがとう、またね、おやすみなさーい。